します。わあ、この間ヒートのインスタグラム見てて、はい、今日は事務作業の日みたいなの書いてて、わヒートやっぱりすごいこう計画、はい、やっぱりちゃんと立ててるんだなと思いましたね。個人事業主なので一応全部こうお金の管理だったり、はい、事務仕事も一人でやってるので、すごい。そうですよ、誰にも今のところ任せずに、はい、一人で全部やってるので、はい、そういうのもあの昼間の時間が空いたりするところでやってたりするので。あ、そうなんですか。はい、そこら辺がちょっと大変ですね。これ奥様に任せようとかそういうのは思わないんですか。そうなんですよね、うちの嫁さんは保育士をやっておりまして。そうなんですか。そうなんですよ。なので昼間は割とっていうかもう毎日いないので、はい、結局は自分でやらないといけないので。ああ、そうなんですね、はい、うん、本当にあれですよね、ダンススクールで今子供たちと携わっていて、はいはい、やはりあれですか、なんか子供たちが好きとかっていう思いもヒートはあったりするんですか。そうですね、教員時代からやっぱ子供とこう関わったりして、はい、成長を見るのが好きなので。あ、そうなんですね。はい、なので今もこう子供と関わることができてて最高だなと思ってます、はい。はい、自分も最近まあ支援員として子供たちと携わるようになって、はい、本当にヒートがやっぱりそうやって子供を思わなければ、はいはい、お金だけとかではあの仕事はできないなとかってそうですね、いうふうに思ってますね最近。愛がないとそうですよね、はい、そう、これはそう臭い言葉でもなく、はい、愛じゃないと本当そうですね、そこに続けるっていうのは難しいですよね、はいはいはい、うん、本当に子供をしっかり見ないといけないので、はい、簡単になんか適当にはやっぱりやれないなとは思ってますね。じゃあ今も本当にダンススクールで子供たちと携われるのはいいことですよね、はい、そうですね、で教員の経験も生かせてると思うので、はい、すごい携われててよかったなと思ってますね。あとさっき打ち合わせ中に、はい、もうやっぱりあのバックダンサー、ミュージシャンのバックダンサーとかは嫌だってことで、ヒートが、はい、うん、目指すところとかっていうのはどういうところになってくるんですかね。そうですね、やっぱりまあ自分もまあ表に出たいっていうのもあるんですけど、はい、教育者として子供たちの未来が明るい方にというか、なんかこうダンスでちょっと夢を叶えようとかそういうふうに思って。はい、なんか将来なんかダンスに携わる仕事についてくれる子を育てられればとなんか最近思ってます。おお、なんか育成とかにも携わりたい。育成の方にもちょっと興味が出てきてて。あ、でもただまだまだヒートは自分自身でももうちょっと上に行きたいって思いもあるんですよね。はい、そうですね。